川越市石原町2丁目です。仁保戸です。はい、入りまして、まず左側にこのように飛ばし物がございます。いいですね。アウトドア製商品や馬車、ベビーカー等がですね、スッと入れます。そして右手には奥目がしっかりと効いたシューズボックスがございます。奥には1階のトイレがございますね。清潔感あふれてます。そして左手にはこのようにリビングが配置されてます。すごくシックな、いい感じの仕上がりです。そして和室も隣接されてます。このように障子と畳の雰囲気がとてもいい感じに仕上がってます。隣接する和室からリビングを見渡しますと、このようになります。とてもいい感じの雰囲気ですね。そしてキッチンがね、その表面がですね、すごく素敵な感じに仕上がった表面仕上げてもらってます。さらにシステムキッチンです。システムキッチンもとてもシックな感じです。口のガスコンにレンジフード、そしてもついてます。浄水機能付きの蛇口もあって、キッチンからこのようにリビングも和室も見渡すことができます。これ見てください。これはよろしいですね。これね、こんなにすごいパントリー下、なおかつここにこのような扉までついてますよ。いいですね。そして洗面所です。素敵な大きめサイズの洗面台があって、窓もあって換気性能が良さそうです。そして浴室ですね。浴室もね、なんか大きな窓がついてます。明るいそうです。奥目がしっかり効いてます。一つの壁があって、とても素敵な空間になってます。そして洗面所にはこのように収納エリアがたくさんございます。ここはすごく収納がついてますね。はい、そして2階に上がってみましょう。2階です。2階に上がりますと、はい、まず防災備蓄倉庫とあります。本当にね、もうたくさんのものが災害に備えて収納できます。そして1つ目のお部屋です。はい、ウォークインクローゼットですね。そして2面採光で明るいお部屋になってます。はい、こちらからバルコニーに出ることができます。バルコニー出てみましょう。広いですね。このように広いバルコニーから、ね、日差しもしっかり降り注ぎますし、強い風もどんどん入り込みそうですね。いい素敵な空間になってます。はい、2つ目のお部屋行ってみましょう。2つ目のお部屋です。2つ目のお部屋がこのように、ね、一面採光ですけども、しっかりとクローゼットもあります。機能的にはしっかりしてます。とてもいいお部屋作りになってます。あ、2階のフロアにはこのような2つの、ね、収納エリアがあります。そして 2階のトイレはこのような空間になってまして、非常に、ね、こう落ち着いた雰囲気がありますので、いい空間になってます。最後のお部屋です。見てください。このようにね、2階の奥に上にこういうねスペースがあると大変素敵な空間になります。お子様なんか素敵に、もう大力ですね。はい、2階からこう見ますとロフトですけれども、ロフトから見ますとこのように確認できます。収納もこのようにしっかりとついてます。はい、素敵な空間ですね。はい、2号棟でした。